2023年8月1日です。モンテネグロ古都湾のライ、なんだったかな、ライさんという白地から、セール走行で出発しております。古都湾の中はあんまりやっぱり風が来ないので、今までセーリングできるほどの風がなかったんですけど、今日は方角的にやや前方30度ぐらいで進めるかなっていう感じのいい風が午後になって吹いてきたので、すっごい久しぶりにセールあげました。嬉しい嬉しい。ずっとエンジンで走ってたから。風はですね、今体感で前方から、16、15ノット程度吹いてきてるんで、ジェノーワーを全部出すとちょっとコントロールできない、狭い湾ですね、コントロールできないと思ったので、メインは目いっぱい上げておりますけれども、ジェノーワはちょっぴりでスピードを抑えつつ、出発しております。一回方向転換するのでタックする必要があるんですけれども、とりあえず端っこまでこのまま行きます。よいしょ。スピード的にはこんな感じ。まあ前方30度体感ですけどね、15ノットで 4.7 ノットのスピードはもう全然上出来です。はい、こういう場所を走っております。でこっからですね、後に方向転換してこの中をこう通って広い方の湾に行くので、方向転換した方が後ろ側になってくるのかな、なのでこのまま行けると思いますけれども、いずれにしても超久しぶりだし湾の中なんで、もしかしたら風がちゃんと吹いてるわけじゃなくて、ありがちな山の地形に囲まれた陸からの偽の風みたいな感じなのかもしれない。そう、風ね、こんなにあるっていう予報ではないので、こういう風な地形の時だけどそういうことあるんですけど、で広いところに出た途端にいきなり風なくなっちゃうみたいな、ちゃんちゃんっていう展開なのかもしれませんが、とりあえず今は楽しく久々のセール走行を楽しんでおります。ギリギリまであっちに行ってから、前方に行ってから方向転換だとします。あ、おやおや、そこでもセーリングを楽しんでる船がおりまして、今日セール出さなくてどうするっていう感じのいい風なんで、見たところのどん詰まり、遠目にですけれども、湾に停泊してる大きなが見えます。本当はペラストっていう町あそこなんですけど、テンダーで見に行ってみようかなと思ったんですけど、まあ古いタイプの町っていうのはホトルでも見たし他のところでも見たしということで、まあいいかという気分になり、なんか湾の中にずっといるとね、やっぱねつまんなくなってくるんですよ。なので徐々に外に出ていこうということで、このコトルの町の一番奥の湾を離れて、ポートモンテネグロのある広い方の湾に今向かいます。はい、タックしました。さっきまであっち方面を向かってたんですけれども、ぐるりと回りました。本当はねもう少し奥まで来たかったんですけど、あそこにエンジン走行してる船見えますか。要は私たちがこう進むに進んでいるのに対して、あの船がまっすぐ向かってきてて、エンジン走行している方が一応方向を変えないといけないことになってるんですけれども、もしかしてレンタルさんだとそういうルール分かってないので、気にせずなんかずっとまっすぐ来るんですよ。全く方向を変えてくれる様子がなかったので、ちょっとだけ早めにタックしました。まあ湾の中だとこういう問題があるんですよね。なので相手がどういう方たちかわからないので、事前にこちらで対処する必要があります。
で、なんでレンタルの人かと思ったかっていうとですね、あの方角だったら後ろから風吹いてるんでめちゃめちゃ楽にジムだけ出してセーリングできるんですよ。にもかかわらず全くセールを出さないで動いてるということは多分レンタルの人かなって思ったんで、あのちょっとだけルールを知らないと自分の方でちょっと応援しておきました。お、よしよし、いい風の、いい感じの風に戻ってきましたと思ったら前からまた来るよ。エンジン走行してる人たちが、こんないい風なのにエンジンで動いてるんだからどいてよねって感じ。あ、ちゃんとどいてくれた、よかったよかった。それにしてももったいない。この方角だったらメインも上げずにジェノアポンと出すだけで楽々進めるのに、ものの30分しか進んでなかったとしても楽々だから楽しいよそっちの方がって思うんだけどまあいろいろですね。たった30分もかからないとこにわざわざセール出すのめんどくさいなっていう気持ちもわからないでもないので、でもちゃんとこの方はあのちょっとだけ方向転換をしてくださったのでよかったです。あそこに見えるのはちっちゃい島なんですけど、島の上にあの教会とかが建ってるんですよね。でそこをね、あのテンダーで見に行こうかなって昨日思ってたんですけど、その前を通ったらまあ建物を見るだけだし、プラスお迎えの町からすごいあの観光ボートがいっぱい出てたので、ちっちゃい島の上をもう隙間なくうじゃうじゃ人がいたんですよ。でちょっとそれであの意気消沈してまあいっかってなりました。ドライブ旅行の時にあの普通のね、あの歴史的な町、チェテニアだったかな、を見て結構歴史的な町とかっていうのはあの堪能したので、あとやっぱりこの湾の中だったらコトルの町がやっぱり一番綺麗ですね。綺麗というかあの意識して旧市街が残ってるっていうことでは一番綺麗で楽しめたので、なんかもうあの悔いはないねって感じです。いつもですねオートパイロットにしてることが多いんですけど、ちょっと風向きも微妙だし、あの交通量もあるのでキャプテン自らヘルムを取って微調整をしております。ギリギリ30度でなんとか例のちっちゃい島もかわせたし、いい感じの角度で次タックしてあのチャンネル入っていけそう。はい、ここ2つ島があるんですよね。あの教会の島ともう1個、あれも教会かな、ほらわかります、観光客続々と上陸なので、ちっちゃいでしょ、もう人でいっぱいになるんですよすぐになので、であそこに桟橋あるんですけど、なんか浅いらしくって、あの桟橋の付近もキャタマランかキールがあの短いものじゃないと桟橋すぐ近くに寄って接岸できないよって話なんだけど、あそこあれは大丈夫だったのかな。なのでうちは全くあそこに寄る予定はございませんでした。それとずっと長くいられないんですよ、あの観光ボートがすぐ来るので、なんかあえて接岸してもなんか20分もするとどけって言われるって話だったのでそれもあってあそこに行くつもりは全くなし。はい、そろそろなんて人のことは置いといて、そろそろ入るよということは、ちょっと方向転換、それとも角度的にこのまま行けそう、ちょっと行けるとこまで行っちゃうよって感じかな。はい、反対側から見た島、小島、その奥がペレストの町です。はい、あそこです。あそこにこれから入っていきます。なので、あっちのギリギリまで行ったら、タックするって話です。あ、ちゃんと行けそうですね。あ、
例の前にいたセーリングしてるのもまだセールで行ってるんで OKOK 十分十分イエイエイ。であっちに見えるのがティバットの街があってポート・ブ・モンテネグロのゴージャスなマリーナがある湾の方になります。私だけ調子こいてビデオ撮ってたら目の前をすぐマウの前をこの観光船が横切っていたのが見えました。でもねあの観光船ねあのモノホールヨットがつけてるあの桟橋につけるんですよ。昨日見たんだけど、なのであれが来るとねあのボートの人たちどけどけって言われちゃうと思うんですよね。なのでせっかくつけたけどすぐまた出ないといけなくなっちゃうのかな、かわいそうに。はい、タックしました。いい感じです。タックの時はもうヘルムはですねオートパイロットさんに任せて正確な角度でやってくれるようになったの。前は私がやってたんですけどタイミングがちょっとずれたりして、それよりもあれですねジェノアのシートを緩めたり引っ張ったりっていうので一人でやるのが大変なので、もうオーパイさんにオートパイロットさんにヘルムをしてもらって、私が片方リリースしてすぐに主人が片方をトリミングするっていうやり方に変えたからですね、タックがすごい楽になったのとすごい正確にタックできるようになりました。なんて言ったって人よりも私よりも正確な角度ねヘルムしてくれますので全然いいんですそっちの方がということで無事タックも終え、広い湾の方につながったチャンネル方に向かいます、はい、すぐにまたタックしました。あんまり進んでないけど次はなんとかいい角度になるといいんですけど、それでも一応ねこのチャンネルの中入ったのでいいか。まだこれから何回かタックしないといけないと思うけど大丈夫です。こんな時ジェノアがちょっぴりしか出てないとタックもすぐに進む、すぐに終わるのでその分では楽だな。お、いい感じ、いい感じ。突風になるですよね、こういう風に狭いところに来るとね。そういう意味でもジェノアちょっとしか出してなくてよかった。じゃないとコントロールが難しくなるし、スピード的にはこれでも4ノットぐらいずっと出てるんで全然問題ないですよ。そろそろまたタックするかもしれないので一旦ここでお願いします。はい、3回目のタックしました。行きたいのはあっちの方向です。レンタルのボートはああいう風にでっかい旗立てたりするのですぐ分かります。さっきまでいたのがあそこ。ちょっぴりだけど進んでます。ちょっとなんかあんまり角度良くないねって感じ。かなり何回もジグザグしてちょっとずつちょっとずつ角度をですね、なんでしょう、だましだましじゃないですけど30度ギリギリでちょっとずつちょっとずつ進んでおりますが、いいなあの船、ジェノアだけ出して反対から降るからね。だからあっちから来る人は今日ああやって簡単にできるんだから、みんなモーターじゃなくってセール出してみようよってさっきからすれ違う船を見ながら言っております。羨ましいでもいいの、久しぶりにセーリングできてるか。はい、次すぐやります。終了。ちょっといい感じの角度になってきました。このまま結構しばらく行けそうですね。でもここねフェリーがいっぱい通るのでそのあたりもちゃんとタイミングをつかんで行かないと、まあ私たち超ゆるゆるなんで
大丈夫ですけどね。なんとか少しずつ少しずつ右にずれながらまっすぐ進むようにマニュアルで、もう微調整なのでキャプテンマニュアルでヘルムしております。でもとっても楽しんでます。5回目かな、多分忘れちゃった、もう何回目か。結構際どかったです。あそこ浅いんですよ。ギリギリまで行って方向転換しました。焦った。まあなんとかフェリーの間をかいくくっていけそうですね。いいな、いいな、あんなヘッドセールだけほんわか乗っけて出して進んでるけど、なんか風がでもいろいろ触れてるから、ちょっと全くのダウンドウィンドっていうのも真後ろだとあんまり嬉しくないですよね。今度はどうなのかな、しばらく次タックしたら、あとはしばらくいい感じでいけそうかな。風の強さ的にはなんかちょっとずつちょっとずつ30度をちょっとずつずらしながら直線距離で長くいけそうな気もしないでもないですけど、わからないので私の予想は当たりません。なんとあそこにいるのは、おとついの晩最後にお別れで夕食を共にしたオージーの旦那さんと日本人の奥さんのカップルだ。ずっとねマリーナにいたんですけど、もうそろそろイタリアに帰るよって、明日イタリアに帰るよって聞いてたんで、1日前に出て湾の外の方に行くわけですね。なんとすごい偶然すれ違えた、嬉しい。さっきタックした直後にわーって言ってたから、誰だろう、なんでだろうって思ったんですけど、多分そうだ、なんか嬉しいなと言いつつね、またすぐタックしないといけないわ。本当に忙しいな今日は。でも嬉しい、7回目のタックですな。でも順調に進んでいるのでいい気持ちです。いい気持ちいい気持ち、ちゃんと掘れてるし、タックしながらでもここからもうちょっと楽になるね。幅が広くなりましたので直線で進める距離が、長くなってきました。よかったよかった。8回目のタック、さっきですね、あそこに黄色い部位が見えると思うんですけど、泳いでる人もいますよね。あそこギリギリ直線まで行って方向転換したので、ちょっと泳いでた人怖かったかもしれない、ごめんなさいって感じでも、目の前で方向転換したのになんかすごい嬉しかったみたいで、満面の笑顔で見てくれていました。はい、このフェリーの行き来のタイミングをかわさねば、ちょうどよかった。まだ出発してなくって着いたばっかりかな、出発する様子がないので、ちょっとこの隙にここ渡っちゃわないとって感じ。よしよし、今度はしばらくこのまま行けそうです。タック繰り返してましたけれども、その都度スピードはですね、結構 4.5から5ノットぐらいのね、結構いいスピードが出てたんで、比較的思ったよりも時間かからずに進めてるんですよ。嬉しい嬉しい。もうすぐ出るし、ここをほぼ真正面の角度でも進めてるみたい。いけてるね。もうタックいらないかもしれない、しばらく。いいぞいいぞ。ということで、もう一組のカップルはあそこを曲がって、ちょっとズーム、あ、もう見えなくなっちゃった。あそこを曲がって湾の外に出て、税関が
チェックアウトできる港に本日向かわれております。すっごい偶然、今日もね、でも朝ですね、どこどこに私たち出るんですよっていう連絡はねしといたんですよね。でもまさかね、同じタイミングで出てここですれ違えるなんて思わなかったので、すっごい嬉しいです。あの船、モーター走行だからね、すごい大きくね、方向を変えてくれたんですよ。ありがたいね、ちゃんとマナーが分かってる人は。はい、これが最後のタッグぐらいかな、ここを抜けるのは。白地に行くのにもう一回タッグが必要かもしれませんけれども、とりあえず、何回か、8回かな、8回のタッグで、あそこを抜けれました。おまけに超タイミングいいことに、私たちがちょうどほら、あの忙しいところ、フェリーが行き交うあの場所をですね、通過するときに両側のフェリーもね動いてなかったんですよ。今あのタイムで来ることになったらすごい大変だったと思うけど、超ラッキー、全部のフェリーが 4隻だよ、4隻のフェリーが同時に行き交ってるんですよ。タイミングすごいバッチリでした。ということで、火星がそんなに、まあ、ていうかね、広いところに出てきたので縮めてたんですけど、ジェノア全部出すことにします。はい、ジェノア全部出しました。さっきまで縮んでたので、その小さいジェノアで走っていた時の横の姿をですね、友達のヨットが、撮影してくれて送ってくれたんですよね。なのでその写真後で載っけたいと思います。でも全部ジェノアが出てるところも見てみたかったな。ちょっと欲張り。それはそれにしても、今日は本当に気持ちがいいセーリングでしたと言って、まだ終わってないけど、もうこんな広いとこまで来たから、もうあとは好き放題、好き放題じゃないけど楽々しばらくタックしなくていいと思うし、このままの結構位置で白地まで行けそうですな。直前まで行けそうですな。今日向かっているのは、ポート・オブ・モンテネグロの近くなんですけれども、ティバットの町の空港があるんですよね。で、その空港の、まあ、近くの白地なんですけど、とっても、まあ、静かで、頭の上を飛行機は通るんですけど、夜中まで来るわけじゃないので夜は静かだし、本当にどの方角からも守られた白地で、ゆっくりできる場所で静かなので、そちらに向かっております。で、もう町、ティバットの町に買い物とか行きたければテンダーでも行ける距離なので、結構便利なんですよね。あー、でも気持ちいいな。私たちもですね、これから実は徐々に外の方に出てって、今のうちの天気では、今ね南風がねずっと吹いてるんですよ。だから今北上してくるんだったらバッチリのタイミングなんですけど、私たちはこれから南下したいので北風を待つわけなんですね。そうすると今週末までね北風にならないので、まあ、今週末にチェックアウトする港の、バーまでに徐々に降りていって、で一気にですね、もうアルバニアには行かずに、モンテネグロから一気に甲府まで、多分オーバーナイト、確かオーバーナイトで普通に行けると思うんで、1日でね、
そんな感じで進むので、どうでしょう、来週の週末にはギリシャに戻ってるのかなっていう感じですね。ちょっとですね、やっぱりあの湾の中ね、飽きちゃう、飽きてくるんですよもう観光しちゃったらもうお腹いっぱいになっちゃって次の白地まで近いのは便利だけど、近すぎてなかなかセールも上げる暇もなく、風もちゃんと吹かずって感じだったので、今日は本当に久しぶりにセーリングできてすっごいいい気分です。でもそろそろちょっと長距離も恋しくなってきたかなっていう感じなので、徐々に徐々にこれから数日かけて湾の外、それからバーのマリーナのところですね、今回マリーナに入らなくてもいいんですけど、チェックアウトの時は洗濯物が溜まってるんですよね。で、洗濯、コインランドリー、ティバットの街にもあるんだけど、洗濯やっぱりテンダーに乗っけて岸に行って洗濯屋に持ってくっていうのはちょっと面倒なんで、特にあの小物はね、 T シャツとかは実を言うと手でね、おとついね、洗ったんですよ。マリーナ出る前に、ちっちゃいマリーナ出る前に洗って、もう手首痛い、絞って絞って手首に親指もなんか関節炎になりそうな感じになってるんですよね。なので、あとシーツ類も多分1週間ぐらいでもう替えのシーツなくなるよって感じなので、それをですね洗濯したいんで、ちょっとバーのマリーナに行きたいなっていう感じなんですが、まあそのあたりはどうなんでしょう、おいおいその頃考えますって感じ。じゃあなんで甲府についてからやらないのって思うでしょう。甲府もね、ランドリーが遠いんですよね。あの海辺からアクセスめちゃめちゃめんどくさくって、まああのマリーナに入ればそこにあるからって感じなんだけど、あの湖上のマリーナ、マンダラキ、あそこにはね洗濯、コインランドリーってね、ランドリーサービスがないので、徒歩30分かけて甲府タウンの真ん中にあるコインランドリーに、安いんですけど、そこ行かないといけないっていうね、超めんどくささがあるんですよねなのでちょっとしばらく我慢してもマリーナで便利にちゃちゃっとやっちゃうかなっていう感じですが、まあいずれにしても今のところの予定はそんな感じです。はい、あそこにでっかいパワーボートが係留されているあたりがポートオブモンテネグロ、モンテネグロ、これぞモンテネグロですよって思うゴージャスマリーナでございます。でもね、マリーナ、まあでもマリーナ係留しないから、あの施設とか設備とかわかんないけど、あ、飛行機飛び立った、空港から飛び立った、ティバット空港から飛び立った飛行機ですね。そう、あのマリーナの施設も見てないので何とも言えないんですけども、マリーナのポンツーンのあたりとかは特にゴージャス感は感じず、あのその奥のそのマリーナ沿いのあのブティックとかレストランとかホテルとか、そのあたりが超ゴージャスっていう感じだったんですよね。なので本当は一番最初、せっかくだったらたった一泊でもいいからちょっとあのゴージャスマリーナ行ってみたいなと思ってたんですけど、歩いて行ってみたら、なんかマリーナ自体のポンツーン自体はそうでもなかったんで、まあシャワー室とかトイレとかがゴージャスでも別に、なんだろう、いいかっていう気がして行きませんでした。なんかちょっともったいなくて、だってめっちゃ高いと思うんですよね。多分里見号だと100何ユーロとかするんじゃないかな。もうもったいなくてとても行けません、そんなお高いの。ということで向かっているのはほぼここから真正面に近いところかな。遠くにアンカリングしてる船が見えるかな。あの辺りにね、行くと思うんですよ。今日はね。とっても広いアンカレージなので、アンカリングする場所を探すのも簡単です。さっきですね、一瞬風なくなって、あらっと思ったんですけど、ちょっと角度を変えてですね、
広い方に出てきた方が風吹いてるよってなったので、ちょっと角度を変えて進んでおります。そしたらまた風受けて、それでも 2.9 ノットとかなんですけど、いいんですよ、もうすぐそこなんで気持ちよく最後までセーリングしていきたいと思います。今日はですね、途中から動画撮り始めたんですけど、実を言うと、もうアンカー上げる時からエンジンつけずに、まあエンジン使わずにですね、アンカリングしたまままずメインセールだけ上げといて、でそのままメインセール上げてからアンカーを引っ張り上げて、で一応一瞬もしかしたらコントロール効かないといけないのでと思って一回エンジンをつけたんですけど、エンジンつけたままねスタンバイしといたんですけど、結局エンジン走行する必要が全くなく、そのまますぐジェノアをちょっぴり上げて滑り出して動き出したので、全くですね、ここまでエンジン使わずに最初からアンカー上げる時からずっとですねセールでね走ってきてるんですよ。だからめっちゃ気持ちがいい。まあでも最終的にアンカーするときはセールを下ろしてエンジンつけないといけないですけど、でもめちゃめちゃ達成感です。ということで、あそこが目指すアンカレージなんですけど、ちょっとこっから一回最後タックをして進む形で風を求めてこっち方向に進んでおります。はい、セールですね。アップウィンドウ30の角度でずっとやってたんで、方向ちょっと変わったので出しました。これで行きたい方向にまっすぐ進めるようになった。嬉しい。すでに目的地に着きアンカリング終了していますが、実はですねアンカする時もエンジンつけずに、もう今全部終わっちゃったんですけど、まずアンカをドロップしてから、最初にジェノアは全部閉まってたんですけど、この位置に来た時はまだメインセール上がってて、で先にアンカードロップして、それからですね少しずつ船が風に正面に向かう時に少しずつメインセールを下ろしてったんですね。なので一度も今日はエンジン使わずに最初から最後まで来ました。やったー。でもめっちゃ時間かかったそうやって考えると、いつもみたいにエンジンつけてピッと行ってピッとセール下ろしての方がめんどくさくないなとは思いましたけれども、まあこれはこれで達成感がありということで、空港はですねあれですね、なのでこの上をビーンと結構近くを通っていくんでしょうけれども、そして遠方に見えるのがあれですね、ポートオブモンテネグロということで、あそこもアンカレージなんですけれども、私たちはこちら一番こちらの奥のところ、他には誰もおりません。あそこに1台パワーボートいるけどという位置なので、自由にぐるぐる回りますが、浅くそんなに深くないのでチェーンは30メートル出しただけでございます。で最後ですね、走行中途中からですね、お昼ご飯を食べてなかったので、もう早めの夕食っていうことで、あ、なんかもうエクイプメントも勝手に消してた消してたぞ夕食、遅いランチ、早めの夕食を作っていたので、これからお食事となります。ということで本日の2023年8月1日モンテネグロで初の初、そしてエンジンを最初から最後まで使わなかったのは初のセーリング終了です。